申し込む。長嶋一茂&石原良純が徹子の部屋で共演。黒柳もはやコンビと言っても良いお二人。12日放送のテレビ朝日系徹子の部屋月並みダッシュ金曜正午に石原良純56と長嶋一茂52が出演。日本を代表する家族の2世対決が実現した。同場時にもはやコンビと言っても良いお二人と黒柳から紹介されると、コンビじゃありませんと良純、結成した気は全くありませんと一茂も続いた。良純の家族は叔父の石原裕次郎さん、父石原慎太郎元東京都知事85、兄石原信明内閣特命大臣60、弟石原博志公衆院議員53、もう一人の弟は画家といった名門一家。一方、一茂の父は長嶋茂雄巨人出身名誉監督81、妹はスポーツキャスターの長嶋美奈さん49、弟はモートレーシングドライバーの長嶋正興47と、もう一人妹がいる。二人は批判し合いながらも絶妙なコンビネーションを発揮。お笑いコンビのように息の合った掛け合いを見せた。一茂が良純さんが次男なんで長男コンプレックス、ちょっと屈折していると話すと、良純はそんなことないと真顔で反論した。一茂と良純は4人兄弟で子供が2人いるという点では共通しているが、石原は2人が似てるかっていうと全然違う。彼、一茂はアスリートとしてやってきたけど、僕は普通の大学生でたまたま芸能界に入っただけと話した。